スバルは3月に開催されたニューヨークモーターショーにてグローバル戦略者フォレスター新型を初公開したが果たして高性能モデル STI の設定はされるのだろうかあのデザイン会社が予想 CG を制作公式 Facebook で公開している。制作したのはハンガリーを拠点とする X トミデザイン社だ。 これまでにもランボルギーニ、ブルースのピックアップトラックなどの予想 CG を紹介している。公開された CG はボディをローダウンさせワゴンスタイルに。 スバルを象徴するブルーカラーボディにブレンボ製ブレーキを搭載し、レッドラインをあしらったグリル、新デザインのスポイラーなどを装備し、グッドスポーティに仕上げられている。フォレスター新型はドライバーの運転を監視するドライバーモニタリングシステムやアイサイトを搭載し、安全技術が大幅に向上しているほか、アーキテクチャに SGP、 スバルグローバルプラットフォームを採用し、ホイールベースが延長されている。パワートレインは、最高出力 182PS を発揮する2.5リットル水平対向4気筒直噴エンジンを搭載している。STI が設定されれば、WRX-STI 新型に搭載が、 予想される2リットル水平対向4、気筒 DOHC 直噴ターボ FA20 型となり、最高出力は 300PS 程度まで高められるはずだ。WRX STI は2020年にも登場が噂されており、フォレスター STI との同時公開も期待して、